木の先温泉は、兵庫県豊岡市木の先町にある温泉。平安時代以前から知られる長い歴史を持つ。江戸時代には、海外第一線と呼ばれ、今もその石踏みが残る。有馬温泉、湯村温泉と共に、兵庫県を代表する温泉でもある。すべての源泉は1972年に作られた、集中廃油管理施設に集められて、 平均温度を57度に安定させてから、町内に張り巡らされている配管を通じて、各外湯、旅館に送られている。夜の温泉街7つある外湯巡りを、主とした温泉である。外湯の筆頭とされる、一の湯は、江戸時代に、荒湯と呼ばれていたが、江戸時代中期の古法派の漢方医香川修徳が選出を絶賛し、海外一の意味を込めて、一の湯に改名した。また、 里の湯は、正式名称を、豊岡市立木野崎温泉交流センターといい、浴場施設及び研修室が、指定管理者制度による公設民営、その他の施設が市営であり、施設内に、豊岡市木野崎総合支所温泉課がある。温泉郷に設置されている7カ所の外湯では、観光客向けに当日最初の入湯者に一番札を配布している。 木の先温泉駅前から7つの外湯につながる大谷川沿いに温泉街を形成し、川べりには柳が植えられている。大谷川が流れ込む上に山川本流沿いに所在する宿泊施設もある。なお、大谷川に架か,かる橋梁群は平成18年度の県の景観形成重要建造物に指定された。日本海岸近くの温泉であり、夏は海水浴。 冬は、カニ料理に人気がある。木の先温泉駅にも、里の湯や、足湯、陰泉場がある。足湯や、陰泉場が温泉街各所にある。あたごはし木の先温泉では浴衣逃げたばきが清掃と言われており、2007年時点、木の先温泉のほとんどの旅館は、寝巻きとしても用いる、旅館内容の浴衣とは別に、温泉街を出歩くための浴衣も用意している。 温泉街には、浴衣、ご意見番という掲示をした店が、2007年時点、約30件存在し、浴衣が着崩れたりした時に対応してもらえる。浴衣の模様から旅館がわかると、その旅館の下駄を差し出す、下足板もいる。木造3階建ての旅館が連なり、豊岡市が景観条例を適用して保護している。2019年、市の公募事業として開業した。 商業施設、散歩、西村や本店も、街並みとの調和を重視して、木の外壁を採用した。旅館、ホテル数は2019年時点で74件。客室数22万の小規模施設が多く、家族経営であるため、個人客を重視してきた。2018年の観光客数は約63万人で、このうち外国人が約5万人。 個人旅行者が多い欧米やオーストラリアから訪れる旅行者の比率が約3割と他の温泉地より高い。2泊以上の長期滞在者を増やすため、上記の商業施設や木の先国際アートセンターを含めた温泉街全体の整備や本と温泉プロジェクトのような文化活動が行われている。なお、近くには、 木の先ロープウェイが運行されており、木の先温泉郷の守護地とされている温泉寺や展望台がある大資産の山頂付近へと容易に行くことができるようになっている。一の湯と海外第一線の非除名天皇時代の629年、ノト鳥が傷を癒していたことにより発見されたとの平家湯伝説がある。 奈良時代初期の717年に道地を訪れた仏教僧侶の道里氏が1000日間の修行を行った末に720年に流出したことが木の先温泉の始まりとも伝えられる道地商人は温泉寺解散でもある温泉寺は以後木の先温泉を象徴する存在となる江戸時代の温泉番付によると西の関分けにランクされる 江戸時代の外湯の元になった湯ぼはここのった。学徳剣美で江戸期における田島の無法大使と呼ばれた高原商人は木の先温泉の老舗旅館山本屋の出身。幕末に桂小五郎が新選組に追われて木の先温泉に逃げてきたことがあった。江戸時代の木の先温泉は遊技場のほか、鍋焼き、ぜんざい、うどん、蕎麦などの食べ物屋があり、 各地から果物、魚、鳥が運ばれ、フグ、タコ、カモも手に入った。貸物屋では、シャミセン、スゴロク、ゴ、ビワ、こと、さらにヤリや刀まで扱っており、客が帰るのを忘れさせるほどモテなした。木の先温泉には、近郊の藩主や、藩主が多数訪れ、賑わいを見せた。明治43年の絵葉書日露戦争の折は、 小病兵のための療養所を設置した。そのため、明治維新からずっと続いていた深刻な不況もなくなった。明治以後も、文人木閣に愛され、城の先に手を書いた、賀直や、有島武雄をはじめとする多数の文豪が来訪。この頃、宇宙問題が本格的になる。1925年の北田島地震で、 町は全焼するが、翌月には早くも82人の客が木の先を訪れていて、湯が空いている限り客足は絶えなかった。現在の和風木造3階建ての町並みの多くは、震災の復興の時の建物か、その時の建物に由来する。震災まで旅館には、内湯がなく、客は温泉街の各所にある外湯に通っていた。1927年に、 ミキや旅館が震災復興の際に敷地内で掘り当てた泉源を利用して木の先発の宇宙を新築の旅館内に設置したところ温泉地の伝統を壊すものとして裁判沙汰になり20年以上の紛争に発展する1950年になってようやく和解し宇宙の設置を認める代わりにその規模を制限し大浴場を希望する客は 従来通り外湯に通うこととした。また、私有地の源泉を含めて、すべての源泉を、旧、木の崎町、湯島財産区が一括管理し、新たに掘削に成功した源泉の内湯への廃湯を開始した。また、1972年には新たに掘削した泉源を含めて、上水道のような温泉集中廃油管理施設を構築し、各外湯や、 各旅館にパイプを通じて供給することとした。内湯これらの改革により、各旅館に内湯の設置が相次ぎ、現在はほぼ全ての宿に内湯が存在するが、前述の規制により、内湯の規模は大きな旅館でも小さい。旅館宿泊者は全外湯の入浴料を免除する制度を採用したことにより、浴衣姿で全外湯をぐる外湯ぐりが、 名物となった。なお、第二次世界大戦中、温泉街は軍人病院となっていた。1963年に温泉街と大資産山頂を結ぶ木の先ロープウェイが開通。高度経済成長期に合わせて温泉ブームが到来し、木の先温泉は巨大な観光地となった。2008年7月、木屋町通りと四所神社を結ぶ工事に、 木山地工事がオープン。2015年1月に火災が発生し2名が死亡、8棟が全焼するなどの被害があった。木の先温泉は湯島財産区が管理しており、4つの源泉と6つの外湯を保有しているほか、84件の宿泊施設に温泉を供給している。外湯は、一の湯、五所の湯、万太郎湯、里の湯、柳湯、地蔵湯、 大鳥の湯の七湯木の先温泉では2002年から旧、木の先町温泉家と木の先町湯島財産区が毎日外湯に一番初めに訪れた男女に一番札を配布してきた。しかし、一番札の人気が加熱し、順番争いでの客同士の争いやメルカリへの工学での出品なども確認されたため、木の先町湯島財産区などでは2021年3月末での 廃止を決定した。湯島財産区などは順番に関わらず購入できる記念商品の企画、販売を検討している。高原商人、有島武雄、泉京華、京国企業、斎藤茂吉、志賀直哉、白鳥翔吾、芝野立山、芝良太郎、島崎東村、拓安、田中富士、徳富祖宝、山口誠子、吉井勇、徳富六花、 富田彩花、日野総城、藤原兼助、前川さみお、向井巨来、柳田国を、吉田健康、与佐野明子、与佐野鉄管2013年の滋賀直やな湯百100年を、木に、次なる100年の温泉地文学を送り出すべく、木の崎温泉の各旅館の若旦那たちが立ち上げた、旅館経営研究会が考え出した、地域密着の出版レーベルとして、同年、 本と温泉が誕生した。第1号は、しがな親の、城の先にてと、注釈、城の先にて、の2作組で、2014年の第2弾は、万丈目学ぶの、木の先裁判、2016年の第3弾は、港カナえの、木の先へ帰るであった。それぞれ新作で、木の先温泉の旅館でのみ発売されている。 木材チップやケナフを使わず、無機の鉱物粉末を使って作られたもの、ストーンペーパーという耐水性の高い紙を使い、ブックカバーとして水を引くタオルも用意している。また、1996年に開館した木の先町文芸館は、開館20周年の2016年に大幅なリニューアルを行っている。ありがとうございます。